はい、皆さんこんにちは。チーム BK の最年長還暦ゴルファー斉藤千佳弘です。よろしくお願いします。今日も稲佐ゴルフクラブのご協力いただいて、YouTube 撮ってますので、最後までご覧ください。ドライバーのこうハーフスイングやったと思うんですけど、ここ今ちょうどだいたい130ヤードぐらいなんですよ、ピン奥で、はい、で130ヤードでちょっとこれ上げてます。まあ9番くらいでだいたい普通打つと思うんですけど、まあだいたいこれ皆さんもそのくらいだと思うんですよ。でここであえて9番で打つよりは BK の基本レッスンである逆に7番アイアン、これすごいでしょ。7番アイアンで僕ドライバーでやってましたよね、地面と平行三軸時、うん、これを腕が地面と平行でハーフスイング、この基本的なレス、スイングしてると130ヤード7番で転がし上げていくとかで、7番でそのスイングをやれば低くラインが出せる、これちょうど僕が今ちょっと取り組んでるフェードの感じでもあるんですけど、イメージが出やすいんですよ。ドローでしっかりこうやって打っていくより7番でまっすぐ、もしくはちょっとフェードさせていくような、そういう打ち方の、練習にもなるんで、ちょっとやってみますね。うん、うん、ちょっと大きかったけどまあまあライン出るでしょ。7番で今の130ぐらい、決して130ヤードも9番でフルショットじゃなくて7番でもこうライン出してグリーンに乗せていく、そういう打ち方も練習してもらえるといいと思います。9番でフルショットだと出やすいミスとかって、うん、はい、うん、やっぱ左に引っ掛けやすいよね。ドライバー飛ばないとかそういう人にも共通すると思うんですよ。ドライバー飛んでませんだけど飛ぶ人はピッチングとか9番で打ってるけど、逆に7番で今みたいに140残りました、130残りましたでも7番でハーフスイングでこうライン出していく、うん、そういう練習しておくと6番でも5番でも、うん、ユーティリティなんかでもすごく使えるんで、はい、これいい練習だと思います。うん、なんで9番でフルスイングすると左に引っ掛けやすいんですか。うん、やっぱりこのロフトが寝てる分と、あと来角って言って、うん、ここね来角がこうなるとウェッジの場合って球捕まりやすいんです、基本的に。うん、それでミスする人多いですよね。ドライバーすごく飛んでました、130、100ヤード打ったら左引っ掛けちゃいましたっていう人はそういう症状だよね。振りすぎだったりとか、なんか藤田さんのね、YouTube なんかでも前上がりでフェード打っていく、あ、引っ掛からなくてよかったなっていう場面多分あったと思うんですよ。それそういうことです。つま先がこうやって上がってれば来角ってこうどうしても起きてくるんで、はい、そうすると溜まってこのフェースの面が左向いちゃうんで左引っ掛けやすい。だからこういう斜面のとこでこうやって打った時に右向いて打てよっていうのあるじゃないですか。それは結局右向かないと左飛ぶから、結局これってもう左向いてますもんね、こんだけ上がってれば、はい、そういうことです。アマチュアの悩みとしては、うん、フルスイングしか打てない、うん、うん、そうそうそう、それあるよね。ハーフスイングができない、うん、うん、まあまあこのくらい本当ね、ちょっと短く持った方がいいですよ。うん、短く持った方がこうなんかコンパクトに振れるから、うん、きっちりここでこうやって持たない方がいい、ちょっと短めにこうやって持った方が、うん、そうすると振り幅、うん、きっちり持って重いとねスイングって大きくなっちゃうよ。これ通常の7とか9だけじゃなくてウェッジなんか特にそう、うん、ウェッジなんかで短い距離打ちたいよって言って短い距離なのに目いっぱい持ってる人っているじゃん、こうやって。そうすると重いからここら辺までこうやってやらないと振り幅作れないだよ。だけどこう短いとほらここで振り幅作れるで、軽いから、はい、だからそれと一緒、アイアンもこういうふうに構えたら、まあ自分はねもう慣れてるからいいけど、もしやりづらかったらここ短く持って、うん、そうするとほら振り幅ってちっちゃくこうやって振れるんで、ここで持っちゃうとこうやって振れないだよ。これやってみてすごい感じるから、うん、そうそう、短く持つと振り幅ちっちゃくなる。これやってみな。これって、うん、ハーフやると手打ちになっちゃう人多くないですか。いや、それしっかり体使わないとダメよ。だからそれはその最初に振り幅って言ってこの三軸時だけど、その前にまっすぐ立った時に
胸の上に腕がしっかり乗った状態で、ここから前傾してほしい。そうすると、ほら、胸に腕乗ってるでしょ。乗ってると胸を右にテイクバックした時って動かしやすくない？乗ってないとさ、手でこうやって上げたくなっちゃう。そうそうそう、まあ、そこも第一前提よ。まあ、これはレッスン来てくれた人じゃないとちょっとこれ以上喋れないんですいません。ハーフスイングで他のシチュエーションでなんかこういう、だ今は7番、9番を7番にっていうところですけど、まあ、別に他のクラブでも。いや、他のクラブでも、ピッチングでも9番でも、サンドでも、58でも54でも、ハーフスイングありですよ。うん。これも前言ったかもしれないけど、まあ、僕はアプローチ大体3本でやってる、ウェッジ3本でやってるんだけど、なんで5、8、5、4、5、4、8の3本のうちで、振り幅一緒で、距離10ヤードずつ変えるってやつ、うん、それももうハーフスイングでね、もうここのハーフスイングだったら58でいけばさっきの50ヤード、うん、54でいけば60ヤード、48でいけば70ヤード、うん、なんでそれハーフスイングだよね。フルスイングじゃないから。まあその器用な人はね、58で全部できる人はできるんですよ。昔自分も1本でずっとやってたん、うん、だけど、まあ、振り幅決めちゃった方が逆に簡単かなって思い出して、それからちょっと取り組んでるんだけど、まあ、別にこれはね、1本でも距離感うまく出せる人はもうそれで全然 OK だと思います、うん、ただそういう振り方もあるよっていう、でそれがもし自分に合えばね、うん、なんでもう 全員に合うスイングなんて一つもないんで、もう10人が10人とも違うんで、うん、だからその人に合えばぜひ取り入れてもらいたいし、ただいろいろこう自分がハーフスイングが苦手な理由、そうそうそう、そこそこだから、もうハーフスイングってハーフだよ、こっからいつもと打つ同じスピードで打つから、それとあとこの持つ場所、短く持つと意外と軽く振れる、うん、ここもね結構ミソ、うん、アプローチの時はね、フルスイングの時は違うけど、まあみんなに合うかどうか分かんないけど。はい、皆さん今日の動画いかがでしたでしょうか。なんかちょっといつも噛むね俺ね。、うん、まあ少しでも皆さんの参考になればと思っていろいろちょっと話させてもらいましたけど、もし動画を見てよかったなと思ったら、BK チャンネルの登録とグッドボタンお願いします。